はい、炭酸水の紹介動画始めていきたいと思います。今回はですね、また新しいの、買いまして、Amazon で購入しました、これなんて読むんだこれ。ピュアシャワー？あ、プライムシャワーか。プライムシャワーですね。ごめんなさい。ちょっと見づらいんですけど、ここに英語でね、プライムシャワーって書いてあるやつです。これがですね、強炭酸水となってて、プライムシャワーは、美味しい強炭酸をテーマに開発された完全国産の炭酸水です。九州の天然水、過去軟水を使った炭酸水を国産の高品質なボトルでお届けいたしました。日本品質にこだわり抜いた喉越しと安心をお楽しみください。と書いてあります。株式会社、ベガシージャパンという福岡県の会社です。原材料が水かっこ香水と、炭酸のみですね。うん。以前紹介した、クオスと、まあ、同じく強炭酸となってて、値段もほぼ同じで安かったんで、Amazon で箱買いしました。それじゃあ飲んでいきたいと思います。あ、でも開けた感じは、クオスほど炭酸強くないですね。クオスはもう、開けるなり、もういきなり、ブワーって溢れてくるぐらいだったんで。微妙ですね。あ、でもやっぱ結構炭酸強いな。これ、賞味期限が2016年の3月16日。だから約1年ですね。これ、賞味期限、炭酸水だと結構賞味期限間近だったりすると、すげえ弱かったりするんで、炭酸が。それじゃあ飲んでいきます。乾杯。うん。炭酸水が粗い。炭酸が粗い。うん。あ、でも、クオスはなんか、あれだよね。炭酸が、結構、細かかった。キメが細かかった。だけど、これは結構粗い。うん。でも、まあ別に粗くても問題はないので、別に俺はいいんですけど、でも、なんか微妙だな。なんかそこまで炭酸強くないな。シュワシュワって口の中が痛いっていうぐらい来ないですね。こちらがですね、500ml の24本入りで、1650円で、Amazon で、送料無料で買いました。炭酸、それ自体あんまり強くないような気はするんだけどね。ペットボトル、キャップ、ラベル、段ボール、すべて日本製。完全国産の炭酸水。99.99% 純度の二酸化炭素マックス値まで充填した強炭酸。九州、佐賀県の天然水を使用し、天然ミネラルを残した独自製法。賞味期限10ヶ月保証。売れているからできる新鮮をお約束。だって。まとめ買い2個セットで100円引き。だって。うん、だそうですね。まあ別に水自体は普通に美味しい。うん、普通に美味しいね。うまいな。なんかうまい気がするな。クオスよりか普通にうまい気がするな。炭酸自体の味。味自体、味を考えると。炭酸はちょっと弱いかもしれない。なんか口当たりがすごいまろやかな気がする。気のせいでしょうか。美味しいですね。うん、うん。なんか、口当たりがなんかすっごいまろやか。本当に。すっげえまろやか。プライムシャワー。これまろやかだな。口当たりが。なんかうん。すごい、あれだな。柔らかい。うん。プライムシャワーは佐賀県小次郎市にある、ホタルの里の天然水を使用。硬度が 35mg リットルの軟水。口当たりがとてもマイルドで、飲みやすさが自慢の天然炭酸水です。いや、これは、すごいあれだな。すげえ、口当たりがいい。うん。あら。これ美味しいぞ。これ美味しいぞ。しかもクオス、これクオスのあれライバルだろ、これ。完全にクオス意識だろ、これ。強炭酸で。でも炭酸だけで言ったら、確実にクオスの方が強い。とは思いますけどね、僕は。うん。ただ、水のうまさは、明らかにこっちの方がうまいと思う。ああ、一応、クオスもあれなんだけどね。クオスも一応、天然炭酸水に外れるんだけど。クオスは味自体は別に対して、うまいとか思ってない。水源は美味しい阿蘇の天然水。なはずなんですけどね。クオスは、九州の九十連山の美味しい水だって。うん、いや、でもこれは、うまいな。普通にうめえだね。あ、一応、クオスの、あれは、硬度がゼロらしいですね。超軟水らしいです。クオスは。硬度ゼロって、そんな炭素が水あるのか。知らなかった。あ、これうめえな。これうめえな。これうめえな、ちょっと。あら。なんか甘さがある。なんか、水になんか甘さが感じられるうまさ。うまい水ってやっぱ若干甘いっていうか、そういうのあるでしょ。あ、すごい。うまい気がする。あくまで気がするだけど。飲み比べないとわかんないと思うけど。あ、これうめえな。うまい。これはうまいな。普通にうまいな。うん。これは5つ星。これは5つ星です。ご視聴ありがとうございました。